シャルルヌ・ゾグビアは、フランスセヌ・マリティーム兼アルフルール出身のサッカー選手。ポジションは MF。姓は、エンゾグビアとも表記される。テニス選手のジョーイル・ウィルフリード・ツンガはハトコ。今後民主共和国にルーツを持つアフリカ移民の家系。出身地は、聖ヌ・マリティーム兼のアルフルール。その後、パリで育つ。若手育成において高い実績を誇るルアーブル、AC のユースに入り、 2004年にはプレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC にスカウトされた。2007年10月、ニューカッスルとの契約を2012年まで延長。2007から08シーズンからは左 SB にコンバートされスタメンに定着。しかし2009年2月2日にライアンテーラーとのトレードで突如、ウィガンアスレティック FC に移籍。契約期間は3年半。 ジョー・キニアー監督が TV でヌゾグビアの名前をインソムニアと誤って発音したことに腹を立てたのが背景にあると報道された。2010から2011シーズン終了後にアストン・ビラ FC へ移籍した。2015から2016シーズン限りで契約満了に伴いビラを退団し、サンダーランド AFC のトレーニングに参加したが入団には至らなかった。 U-21 フランス代表としても11試合に出場している。2010年8月11日ローランブラン監督の初戦ノルウェー代表との親善試合で初出場した。2010年4月、運転免許の筆記試験において替え玉受験を行った容疑で逮捕された。ありがとうございます。